食べながらちょうどいい時期ということでね、就活についてちょっと語っていこうかなと思いますよ。はい、何年前だ、何年前だろうね。まあそういうのは俺らの年がバレるから、俺らそろそろサバ読み始める。いやー、来年で25か。藤田誕生日おめでとう。25歳ありがとう。ということでこちら僕たちの家の近所にあるジャンボというね焼肉屋さんで名店世話になってます。あぶん、すげえ、やばい、もう見られたぞ。これは1人前1万1000円、3人合計3万3000円になります。ちゃんと就職できないと食べれない。俺ら普段こんなん食わないんだけど、就活を語るって名目でね、動画だからっていう名目でね、ご褒美よ。やっぱ大人の良さを伝えたいね。前のね、就活の動画がね結構評判良かったから、もう一回やっちゃおうと。俺インスタで募集したのよ。俺らよくインスタで YouTube の質問を募集するからな。めちゃくちゃね、多分みんな悩むんだよね、進路、人生だからさ。俺はね、実はね、大学中退してて、俺に社会が適合してなくて、こいつらはね、ちゃんと卒業して就職したんで、まあリクルート、動産ベンチャー、だからちゃんと視聴者の人にね、アドバイスちゃんとできると思うんだよ。そうだよ、エリってやつ。お前それでこの前スーモぶん投げてたの。スーモだ、かわいい。いただきます。牛タン、いただきます。ジャンボのタンはマジでうまい。うまっ。ビール飲んでいい？いいよ、昼からビール飲める、いい会社だな。この株式会社ウィスジャップ、就職難易度 SSS だから。それでは質問に答えていきましょう。起業した方がいい人の特徴と就職した方がいい人の特徴。なるほど、ちょうどいいんじゃないですか。藤井は起業してて、俺は就活して就職した、起業。いや、バグだよ。起業した方がいい人の特徴は、まず就活する才能がない人だね。俺はそっちのタイプ。人の下につくのが苦手な人、お前みたいな。なんか嫌な上司になったらもう会社に行きたくなくなるとか、ちょっとでも嫌なことは我慢できない。そうして我が強い人は起業するしかないかも。あとゼロから何かやりたいっていう前向きな理由を持ってる人、これも起業した方がいい。就職してさ、こういう部署行きたいですって面接で言う人いるけどさ、そこ行けるか分かんないし、やれることやれるか分かんない。実際藤井社長もうまくいかなかったですもんね。俺は一回起業して失敗して、もうどん底、もう死ぬかと思った。辛すぎて。就活した方がいい人はそういうなんか落ちぶれるリスクを許容できないとか、やっぱ安全だからさ、起業よりは。もしそうなったらもう自殺しちゃうみたいな人は就職した方がいいかも。いい意味で守ってくれるからね、会社は。しかも親とかも安心するしね、就職の方が。うちの親とかサラリーマンに戻ってるし。最近言わなくなって株式会社エビスジャップはいい企業。実際マジいい企業、マジいい企業。でも普通の会社とはもう違う。ただのね、株式会社っていう体を成した集団だから、世界一自由な集団、エビスジャップです。そう、つなぎ大先生。どう見てもつなぎ大先生だ。つなぎちょっとさ、座ってさ、就職について話してる。つなぎは元都庁の公務員。えぐいてー、ドエリート、ド安定、ド安定志向からのポーカープロかつ株式会社エビスジャップで就職したわけですが、就活とかさ、するってなった時にさ、就職することが目的になってて、とりあえずどこでもいいから頑張って行けまくるみたいな人が多いじゃん。それどうなんだなって思う。俺大元の目的は多分さ、ちゃんと生活したいとか、その手段が就職だからさ、就職本当にすべきかどうかっていうのをまず考えた方がいい。おお、やっぱさ、仕方ないっていうパターンがほとんどだと思う、これは。やっぱ実力がない、一人で食っていける自信がない、やりたいことが明確じゃない、でも生活は保ちたいっていう、なんかね、逃げって言ったらちょっと言葉悪いけど、その手段として就活あると思うんだけど。確かにその考えある人は就活すべきだな。で、広告マンとかさ、商社マンとかさ、モテるって印象もちゃう。そういう目的とかがあれば、そこに就職したいっていう、そのモチベーションが正当なものだと思う。そうね、就職が目的にならなければいい。会社なんて辞めちまえみたいな、あれ結構言ってたんだけど、でもやっぱ俺はみんな自由を目指して挑戦するのはいいことだって思ってるんだけど、それを鵜呑みにして、とりあえず辞めましたみたいなやつはもうちょっと本気で考えた方がいいと思う。本気で考えてほしい。ちゃんとチャレンジするなら本気で成功するように準備して、本気でやんないと、ただ起業しました、会社辞めたぜって勢いでやっちゃっても、俺みたいになるだけだから。失敗して学ぶこともあるけど、辛いからさ。福利厚生は気にした方がいい。マジで気にしなかった。俺もマジで気にしなかった。まあ金額に換算して給料として捉えればいいと思う。俺ら社会人になってからめちゃくちゃ福利厚生がいい企業の話を聞いて、めっちゃいいじゃんって思ったりしたから、まあ、ね、調べた方がいいのかもしれない。どこの企業かついても超大手のメーカーなんで、家賃補助とかってさ出たりするじゃん、3万とか、5万、8万とか、まあ、自分が家を買った場合にもめちゃくちゃ補助が出るみたいな。ほーってやばくない？やばい。確かに自分の買い物で自分の持ち物で。うちの福利厚生って何ですか？何なんだろうね。仕事中焼き肉食えるから。おお、あと仕事中に女抱けたりもする。おお、すごいよ。確かに。
今って転職当たり前なんですかね。当たり前なんじゃない。俺らがもうしてる頃から当たり前になってきてたよな。俺の親とかはさ、終身雇用の時代じゃない、うん、そうだね。でも俺の親父転職してるから、うん、あ、そうなんだ。むしろ転職いつでもできる人材でいた方がいい感じに保てると思う、うんうんうん。でも、いけますけど、うん、絶対その方がいい。引き止められるとかは、マジで気にしない方がいいと思う、うん、自分の人生の方が大事だから。そういう気まずいとかいうちょっとしたことよりも、ね、俺はちなみに引き止められてる。引き止められた。そんなこと言っていいのか、俺。俺はもっと動画上げてほしいからやめろって言われた。お前の上司はおかしい。志望動機が考えられない怒り。志望動機なんてないもんな。ない。な。俺も苦しかったよ。どこでもいいから就活したいとかさ、ネームバリューのあるとこに行きたいとかなわけじゃん。うん、そうそう、そうない。いいんじゃない、困ってる。失敗できない。人取るの。なおかつその能力って会社員だってすごい使うんだよね。志望動機って、まあ向こうが求めてることを考えてさ、言わなきゃいけないから。あれ、これって恋愛と一緒なんですか。あれ、あれ、これは女の子にも言えること。藤幸さん。女の子が欲しい答えを。噛むねー。焼きます。ケス森山は同期抱いてるのか。え、それ答えなきゃいけない。言わなくてもいいと思う。どっちも抱いてるよ。どっちも知ってる俺。最初では2人がいた。いいんじゃない。1人既婚者。俺入社前。ケイスケの方に関しては俺ら布団めくったらいたもん。ペロンって。あ、ペロン、同期です。同期を抱くのってリスクあんの。あるんだよ。やばい。気まずいぐらいじゃない。気まずいぐらいなんだ。同期に関しては別に俺はまあ別にバレてもいいかなって思ってた。まあ言わないようにはしてた。マジ言わないようにしてた。ということで同期を抱くときは慎重に、あと既婚者には手を出さないようにね。揉めるからね。うまむげ。自分がもう一度新卒で就活するならやりたい業界業種。ああ、俺は日清かな。日清大好きだから俺。日清の創業者の安藤桃福。ああ、尊敬してる。リスペクト。でもそういう気持ちで就活の俺一番いいと思うわ。だから俺日清に志望動機とか聞かれたら結構答えれるもん。ああ、なるほどね、うん、純粋な熱意多分伝わりやすいから、ね、確かに。もともとやっぱファンであることっていうのもさ、うん、強い動機だよね、うん、あ、でも俺弁護士とか。弁護士か。昔夢だったね。ああ、法学部だ。でも入った瞬間に絶望した。法律つまんなすぎる。しまいには訴えられる立場になりました。結局なんかさ、ありがとうって言ってもらえたりさ、うわーってなったらさ、たりやりがいはあるわけじゃん。だからどの会社でもさ、うん、やりがいを持とうと思えば持てると思う。この間すごいさ、うん、面白い話。女優の子供だったらさ、うん、女優辞めたいな、うん、なんでっつったら、うん、直接そのファンの人とかと接する機会がなさすぎて、うん、何のためにやってるのか分かんない。誰に対して話してるのか分かんないみたいな。だから看護師さんになりたいって言ってて。あー、なるほど。おお、そうかそうか、確かにダイレクトに感謝されるもんね。そうそうそう、ありがとうございます。まあでも人間そういうのないと頑張れないらしいね、まあ、うん、俺らもコメント欄と DM なかったらもうやんねえよ。やんないの。何やってんの。みんなもコメントしてね。コメントはマジで嬉しい。俺ら喜ぶから、うん、応援コメントとかね、嬉しいよすごく。なんかあのハートつくのが早すぎて AI とか言われてるけど、ちゃんと押してるから。ちゃんと俺ら自分で押してる、うん。辞めてる友人が多い業界とか教えていただきたいです。激務高級取り系めっちゃ多いよね。辞めるって悪いことじゃねえからな。うん、それこそリクルートとか転職前提で入ってくるやつとか企業前提で入ってくるやつって多いから、うん、転職すること卒業って呼ぶのね。うん、おめでとうみたいなこと。あ、そうなんだ。そう、文化としていい風土だよね。いいね。帰ってきたりするのやっぱこっち。辞めない業界で言うと、うん、ポッチョマジ辞めねえ。マジでいない。マジでいない。キャンプラーになるよとマジで。面接に顔面偏差値は関係ありますか。ガチで関係あると思う。まあ、俺は顔採用だからまんま恩恵受けたわけよ。営業職で女性に当てられてるみたいな、うん、その仕事をしてたから、うん、お前行けみたいな。女来たらお前行けみたいな。あ、そのために取られた人材。マジで顔採用らしい。言われたんだって。言われた。森山しかりだし。でも本当にあると思う。実際可愛い子を取る企業もいるわけじゃん。そうそうそう。特に女の子とか、うん、なんかまあ聞いた企業の話だと、うん、やっぱ人事が選ぶときに、その社内のモチベーションを上げるために可愛い女の子は絶対取るみたいな。あ、同じようなその頭の良さで顔が全然違ったら可愛い子絶対取る、うん、そりゃそうよな。そりゃそう。残酷だけど、うん、あるわ。でもそれあるな。自分の中のベストでいるっていうことだけみんなは心がければいいんじゃないでしょうか、うん、俺清潔感はね大事だと思う、うん、何にするにおいても。あとよく寝てさ、フレッシュな感じで面接行った方がいい。どうよなんてしてたら、うん、可愛くてもかっこよくてもダメだと思うよ。労働ってバカバカしくないですか。労働っ
って言い方をしたらバカバカしいよね、うんうんうん、お金のために時間売ってるみたいなニュアンスがあるじゃん、労働って。どういうじゃあモチベーションでいけばいいですか、労働じゃなくて。自分のためにやってるっていう気持ちでいいんじゃない、別に会社のためにとか社会のためにとか綺麗事言わずに、社会のためにやることで自分がやりがいを感じるためなわけじゃん。もっと自分本位に考えて自分が楽しいようにカスタマイズすればいい。よく言われるじゃん、会社員は奴隷じゃないのかみたいな、よく言われるけど、別に俺らの友達で会社員やってて楽しそうにしてるやつなんていっぱいいるわけ。いっぱいいる。悲観せずに楽しめばいい。楽しくないで無理やり働いてんなら、これは良くない。うん、そういうこと。転職だよ。ライフワークバランスみたいなさ、強調して言葉として使うやつってさ、一番なんかそういう意識が強いか。切り分けたい。そう、うん、これは労働、うん、これは私生活、一緒にしちゃえばいい。ライフワークバランスか。俺らぐちゃぐちゃだよね。ぐちゃぐちゃ、もうぐちゃぐちゃだよこれ。カメラ置いて喋ってるだけ、うん、YouTuber という職業。 YouTuber 最高。いいね、うん、逆に俺ら休みって概念はないよな。ないね、ない。何かしらは知ってるから、うん、常に何かやるべきことはあるし、休みはいわば1秒もない。でもずっと働いてるって感覚もない。あとよく寝ている。睡眠時間増えたな俺は。それが一番幸せ。何の話だっけ。よく寝れてるって話よ。ああ、今よく寝ろ。お次の質問は、インターンで持ち帰る方法についておっしゃってほしいらしいです。インターンで持ち帰る方法、これは森山さんじゃないですか。森山さんがインターンで持ち帰る方法はやっぱみんなでグループ組むことで、うん、LINE でもいいし、俺は Facebook にしたんだけど、うん、Facebook で繋がろうよ、せっかくの機会だしって言って、もう個人攻撃。飲み込み込み込み。確かにその日いきなりむずいだろうから、ね、そうそうそう、ワンクッション置く必要あるかも、ね、うん、だから口実作りやすくない、うん、インターン。そうだ、繋がりやすいよな、名目的に、うん、かわいいっていうのは気持ち押し殺して、ちゃんと真面目にやってますよ感で近づいていく、うん、そう、うん、で徐々に下心を出していく。いつだって同じ、うん、女の子落とすパターン、うん。面接で他の人と差別化するには、差別化か、うん、むずいね。むずいな。面接で差別化ってよりもそもそもだよね。 ES 時点でこういう長所ありますみたいな、そもそも差別化しとかないと。集団面接でいきなりこの人が同じようなこと言ったから変えるっていうのはむずいし。そう、お前結構そうだったよ。俺はもうずっとそうです。 100% 別人。インドで日本酒差別化完璧じゃない。インドで日本酒、いや、いいやつだった、あれマジ。少々ぶっ刺さるんだよな。インド行ったことねえのに。行ったことねえ。ボンバイ、ムンバイ、ムンバイ、ボンバイ。実際お前ら就活をね、間近で見てたけど、あんま真面目にやってなかったよ。クソ不真面目だよ。何も誇れることはない。よく飲んだな、あの時期は。最初俺は顔で広く終わったから。なんで偉そうに語ってんの俺ら。今の時代さ、 YouTube とかでもさ、結構就活うまくいった人とか発信したりするな。だけどさ、それを真似してやったらさ、まさに他の就活生と同じことを言ってしまうわけよ、うんうん、Tinder でさ、うん、俺らが紹介したやつをみんながやっちゃったみたいな、うん、あの現象は起きる、ね、あの現象起きちゃうから、うん、その本質を噛み砕いて、じゃあ自分なりにアレンジしようと、やんないと差別化できない。そう、それは正しい、うん、前の動画でも言ってたけど、あの本あるじゃん、自分の特性。そうそうそう、でそれに合わせて就活系 YouTuber 言ってることとカスタマイズできる、うんうん、俺らが話すことによって爆売れして出版社に感謝されたと。ストリングスファインダーマジで売れて Amazon1 位になって、中田敦彦が紹介した時より売れました。プラスの差別化もあるけどさ、マイナスで差がつかないようにした方がいい、うん、例えばいつも言ってるけど、俺結論ファーストで答えるべき。あ、質問されて、あー私なんとかなんとかやっててよくわかんないところに着地しちゃうとか、そういうなんかダメなところをやるべきじゃないことみたいなのを潰していくのも差別化する上では大事かもしれない。確かに大前提のところがね、うん、じゃあラストこれでいこうか。自己分析の仕方、まず自分をちゃんと言語化して捉えること、これが一番大事だと思って、うんうんうん、で家族、幼少期、ここら辺の覚えてることとかが今の自分に繋がってると思ってる、うんうん、ここら辺を友達と開示し合っていって、うん、お前ってこういう人間なんだね、お前ってこういう人間なんだねみたいなのをやってると、あなるんよ。やったじゃん俺、うん、やったやった。 YouTube 始める前ぐらい、そうそう、それマジでね、俺の人生にって多いんで、でかかった、でかかったね、人生変わったもん、人生変わった。人に話せない自分だけに秘めてる話ってあるじゃん、うんうん、トラウマだったりとか、うん、ちょっと嫌な経験、うんうん、そういうのも出すんよ、うん、出さないと何も始まらん。そう、出さないと始まらない。逆に出すことで理解がかなり深まる。ついでにそいつともめっちゃ仲良くなる。お前友達何回も泣かせてるもんね、それ。泣かしてる。いいことだよな、やってみてほしい、うん、扉が開く感覚をね、みんなにも経験してほしいな、うんうん、本当シンプルに涙が出てきたりするんや。日々はこう楽しいことがあるから、うん、忘れてることとか、うん、あるじゃん、うん、でもずっと心の中にあること、そういう根幹の部分をちゃんと自分で把握することだ、うん、
それをね、面接で出すか出さないかとかはもう自分で決めればいいけど、もう自分で自分を把握しとくのはやっぱそれが一番。これぶっちゃけ俺らが YouTube で一番伝えたいことかもしれない。そうだね。自己分析こうやってやってほしい、うん、俺らやったから。学校とか結構あると思う。あるな、縮図だもんね、学校って、うん、逆に強烈な成功体験とかもあるし、うん、そういうのが今の自分を作ってるからね。俺が一人で話してる動画もあれはもうまさに辛かったことを言うっていう自己開示なんで、嫌だけどね、言うときは。やっぱそれぐらいしたらさ、人の心を動かせるよね。たらけ出すことってやっぱ人の心を動かすことにもつながるから、面接とかもそうなんじゃないかな。そうかもしれない。本音と建前がさ、やっぱあるけど、うん、そこでやっぱ本音の部分をうまく言語化して言えるやつって強いと思う、うんうん、こういう体験があったから、うん、根幹にこういう価値観があってみたいな、うん、結構納得できると思う、うんうん、まあ俺ら何が言いたいかっていうと、まあみんな幸せになってほしいっていうことです。そうだね、こんな YouTube 他にいねえな、超いいやつじゃない俺。視聴者思いだからね、俺らは。まあということで、みんな就活そして人生頑張ってください。また次回の動画でお会いしましょう。バッチョー。ちなみにこのチャンネル登録すると泣いて出るらしいよ。はあ、聞いたことある。聞いたことある。ねえねえねえ、俺もね、うん、就活期に会いたかったこのチャンネル。そうだよね。登録してないで見てる人、うん、これ出ない。マジで損する。出ない。どこも出ない。人生損する。高評価まで押したらもう2個泣いて出ちゃう。じゃあお願いします。